どうもウエストランド井口です。今日も楽しく勉強していきましょう。はい、今日僕がみんなに教えるテーマはアスリートについて。アスリートについてっていうことは運動の仕方とかアスリートになる方法とかを教えるってこと？僕は私はアスリートになるつもりなんかないんだけどって焦っちゃってるよね。うん、焦りすぎてもう YouTube に変わる何か新しい媒体を発明しようと思っちゃってると思うんだけど、一回落ち着いて、一回やめていい、その研究一回やめていい。うん、アスリートについてっていうのはそのアスリートになり方とか、トップアスリートとしてのこう振る舞いとかそういったことを教えるわけじゃなくて、アスリートを見る側の話。うん、どういうことかというと、まあ、トップアスリートのね人たちの特集とか、そのアスリートが出してる本とか読むときに注意するポイント、これを教えていこうと思ってます。別に注意するポイントなんてないじゃないって思ってるかもしれないけど、あるの、意外とこれあるの。うん、まあ見てね、あ、感動したとか、わあすごいなこのアスリートっていうのもいいんだけど、注意するポイントあるからそれをちゃんと教えておくね。うん、まずアスリートってすごくかっこいいよね。何かのスポーツでこうね成功してる人とか結果を出してる人ってすごいかっこいいし、大前提トップアスリートの人ってみんなすごく努力してるの。うん、とてつもない努力をしてみんなああやって活躍してるんだけど、それはもちろん間違いないのよ。努力してるのは本当に間違いないの。とんでもない努力をしてるんだけど、ただそれ以外に我々が受ける、我々が見て感じるところに一つポイントあるよっていうお話をしとく。うん、これしとかないとみんな勘違いしちゃうから。どういうことかというと、じゃあ例えばアスリートが出してる本とかで、まあ自伝みたいな感じでそのアスリートの話を読んだり、まあ特集とかね、アスリートの今までここまでどういう感じで成長してきたかとか、なぜこうやって結果出せたか、メダルが取れたかとか、日本代表になれたかみたいな特集、そういうのを見るときに、大体その挫折したポイントみたいなの出てくるよね。アスリートの人たちって、挫折した話が大好きというか、うん。まあ特集する上では、それがないと成立しないよね。ずっと成功してました、ずっと何もかもうまくいきましたって言うんだったら、まあ、本にもならないしね、それ特集してもしょうがないんで、だいたい挫折とか、まあ昔は全然ダメだったけどこう乗り越えて成長しましたみたいな話が絶対に出てくるんだけど、そこでよく考えてほしいの。うん、じゃあ例えば昔は全然下手でした、だけど努力してうまくなりましたみたいな物語よくあると思うんだけど、実際のねアスリートとしての、うん、その全然ダメでした、下手くそでした、記録伸びてませんでしたのその時代もすごいよね。うん、トップの中のダメでしかないの、そこ勘違いしないでほしいの。これなんかたまに勘違いして、あ、全然ダメだったんだ、僕みたいな落ちこぼれと同じだったんだって思う人いるかもしれないけど、違うよね全然。うん、全国規模なの、全国大会に出てダメでしたとか、うん、そのトップの中でちょっとダメだった、なんならダメでもない、その中でもかなり自分の中でダメとしてるだけみたいな時もあるよね。うん、そうやって本を出す時とか特集する時にどうしてもダメなポイント作らなきゃいけないからダメにしてるだけっていう時もあるの。すごい記録なの、もともとエースで4番なの、みんな。もちろん野球で例えたらね、いろんな種目いろんな競技あるけど、例えたらエースで4番、町のエースで4番であることは間違いないの。全員がストライカーなの、得点王なの、全員がそうなの、全員がリレーのアンカーなの。足が遅かったです、速いの、めちゃくちゃ速いの。もしね、じゃあちょっと田舎の学校とかにいたらとんでもない怪物現るなの、全員がそうなの。うん、これ間違いない、アスリートとして成功してる方全員すごいの。幼少期からとてつもなく下手でしたっていう人が急成長したわけじゃなく、ずっとすごかった人がその中ではちょっとダメだなっていう個人的に思ってたり、もっと言うとよくよく考えたらその時も全然活躍してたんだけど、トップになってから大人になってからちょっとダメなとこあったかな、うん、よく考えたらあの時ちょっとダメだったな、あの時ちょっと挫折したな、一回高2の夏に補欠になったあの時は挫折だくらいのもので、その補欠って言ってもその高校は超強豪よ、全国優勝争うチームの一瞬補欠になっただけをすごく挫折みたいにしてるだけで、ずっとトップはトップなの、とてつもない記録残し続けてんの。うん、これを忘れないようにしといて、ここ注意しないと、あ、すごい全然ダメだったんだって勘違いしちゃうからね。すごいの、ずっとすごいの。だからずっとね、結果残しましたっていうだけじゃ話にならないからね、無理やり作ってんの。だってそうじゃない、まあ例えばもう本当にすごい成績残しててずっと年代別の代表に入ってきたみたいな人もいるよね。
うん、小学校の時から日本代表に選ばれ続けてましたみたいな人の特集も見てみて、無理やり挫折ポイント作ってるの、全然下手でしたってみんな言うの、ただみんなすごい上手いの、下手でしたって言うけどすごい上手いの、うん、周りに聞いてみて、すごい上手いからわかるよね、そりゃだって代表なんだ、全員上手いの、そういうこと、その辺ちょっと注意しないと忘れがちだからね。ただみんなすごい努力はしてるからね、すごい努力はしてるんだけども、もともとの才能もすごかったよ、なんなら両親、おじいちゃん、おばあちゃん、おじさん、親戚関係もすごいっていう人多いよっていう話。もちろん活躍されてる方の努力はすごいけど、そこも冷静に見ようねっていうお話なので、なんでこんなことになるかっていう一つのポイントなんだけど、まあ、努力して努力して成功しました、ずっとじゃあ補欠な時代ありましたけどこういうことして成功しましたみたいな話よく聞いたり、まあ、本で読んだりとかもあると思うんだけど、そういう挫折でありましたみたいなねことを言ったりすると思うんだけど、よく考えて、だってじゃあ補欠でした、努力しました、結局うまくなれませんでしたっていう話は世に出てこないの別に。うん、補欠で頑張って挫折を乗り越えました、でも補欠のまま終わりましたっていう話は本にならないし、だってアスリートになってないんだもん、トップアスリートになってないんだもん、プロになってないんだもん、だから世に出ないだけなの。世に出て成功した人の話しか我々に届かないから、その中の挫折をこう無理くり作ってるだけで、ずっとダメでした、足が遅かったです、本当に僕は足が遅かったです、でもすごく努力しました、いろんな本読んで、あのコーチのこんな名言言われました、親からこんな指導を受けました、こんな話いろいろ聞きました、一生懸命走りました、でも記録が速くなりませんでした、アスリートになる夢諦めましたっていう話は出てこないの、こっちに届かない、だからそういうことになってるだけ。うん、何でもそうだよね、どんな世界、芸能の世界でもそうなの、すごく売れた人が全然ダメだった時代語るけど、その時代もすごいし、じゃあその全然ダメだった時代からいろいろやったけど結局ダメだったっていう人の話が世には出てこないの、だから結局成功した人の話しか出てこない、だから努力してこう成功したみたいな物語がこう入ってくるっていうだけのことなの。うん、努力して結局ダメでした話がないだけ、聞こえてこないだけで、最初に戻るけど、そのアスリート、全然ダメでした、昔は下手くそでしたって言うけど、それもすごい次元だよっていう、そういうポイント、これ絶対忘れないようにしといてね。でこの話なんだけど、あ、そうか、これが全世界の共通認識なんだ、全員がこれを言ってるんだ、これが全てのこの世の全ての中で正しい価値観なんだって思っちゃってるよね。うん、そうじゃないの、そういうことではないの、今僕が話したことってただの個人の見解なの、びっくりするかもしれないけど、うん、完全にびっくりしちゃってるよね、一個人の見解なの、誰の見解なの、イグでしょ。はい、今日の授業はここまで。また次の授業でお会いしましょう。さようなら。